キノドン類は、獅子動物単弓綱10ミ目の分類群の一つ。抗議には哺乳類を含む。語源は、犬の歯。プロキノスクスの骨格標本。国立科学博物館の展示。キノドン類は絶滅した、ゴルゴノプスアモク及び、テロケファルスアモクと共に、獣種類というクレードに分類される。その起源は、古生代ペルムキ後期、獣ミ類。 テロケファルスアモクに近いグループから派生したと言われている。最も古いキノドン類は2億4800万年から2億4500万年前に生息したコーラサグニソズ及びドビニアと呼ばれる生物であった。ついで現れたのがプロキノスクスである。この生物はカワウソのように水中生活に適応していたのではないかと言われている。これらの種が ペルムキに生息していたが、他に押されて目立つ存在ではなかった。主要なニッチは、他の種に占められていたので、水際などへと生活の場を求めたと思われる。ペルムキ末から山上期諸島にかけ、パンゲア大陸の完成の影響により発生した、超大型のホットプルーム、スーパープルームがドーム状の押し上げとなって地上に、達することで、シベリアに大噴火が起こり、 これによって大規模な環境破壊が引き起こされた。地上は高温にさらされ、それまで30%近くあった酸素濃度が大きく低下した。この大量絶滅によって地球上の生命の9割が淘汰された。高温を避け低酸素の環境にも耐える能力を持った生物のみが地上では生きながら得ることができたのだった。 それには結局性が大きく関わっていると思われる。同じく生き延びた、テキノドン類も、こうした性質を持つものがいた。絶滅を免れた、キノドン類は、空白となった、生態系を埋めるべく、速やかに適応放射にしていった。鳥リナクソドンなどのガレサウルス類は、腹部のあばら骨を退化させ、腹式呼吸を行うことができる、横角膜を獲得していた。 これにより彼らは低酸素の環境を乗り切ることができたと思われる。このグループの特徴としては、進化するにつれ頭頂孔が消失し、後頭下が一体となる。肋骨が胸部のみになり、強行と復空に分かれる。また、不完全ながらも直立歩行を獲得している、などである。そしてもう一つ、顎を構成する骨のうち、 歯骨の拡大が大きく進んだことが挙げられる。特に進化した種では、この骨が関節骨と方形骨によって構成された、顎関節に接触、臨場骨との新たな関節が形成されている。後の哺乳類などを含む、有機の鈍類である。その中から、キモグナトゥスなど有力な捕食者や、ディアデモドン、トラベルソドンなど、植物食に適したもの、 小型で哺乳類に似た、トリティロドン類、イクチドサウルス類などが現れている。三条期を通じて、複数の系統で何度も大型化しており、肉食の種では、前期にキノグナトゥスやガレサウルス、中期には、チニクオドン、後期では、トルシキノドンが発見されている。植物食の種では、前期から中期にディアデモドン、中期後期に、エクサイレトドンが発見されている。 この傾向がさらに進み、関節骨と方形骨が顎から外れ、自傷骨となっているのが、哺乳類である。かつてはこの顎関節の特徴により哺乳類が定義、されていたが、近年は、原始的なグループが外され、哺乳系類とされるようになった。最古の哺乳系類と言われるアデロバシレウスは、2億2500万年、前に生息していた。しかし、 三畳期後期、再び中程度の大量絶滅が地球を襲い、キノドン類は、トリーテロドン類や哺乳類など、ごく少数の系統を除いて絶滅した。ジュラ紀以降、キノドン類は、大型動物のニッチを恐竜など、大型爬虫類に奪われ、小型のままであった。ただし、中世代においても、数の上では哺乳類は恐竜を大きく、上回っていたと考えられている。 その一方で、オリゴキフス島のトリティロドン化は、次第に数を減らしていく。そして白秋前期、石川県で発見された歯の化石が、その最後の記録である。ちなみに、カナダの6000万年前の地層から、クロノペラテスと呼ばれる、肝ドン類のものと思われる顎の断片が、発見されている。しかし否定的な意見もあり、その正体は不明のままとなっている。 それ以降については、哺乳類の項を参照。ビエノテリウム頭部骨格器の鈍類は、現在の哺乳類が持つ特徴の大半をすでに、有していた。一姿勢は顕著であり、頭蓋骨は、後頭部でオーバーハングしている。また、すでに初期段階において、体毛を獲得していたと思われる。また、テロケファルスを除く、獣弓類には存在しなかった。 骨製二次郊外も初期段階においてすでに獲得していた。これは咀嚼と同時に呼吸ができたことを示している。つまりそれだけ大量の酸素を必要としていたわけであり、すでに彼らは高温性を獲得しつつあったのではないかと思われる。これは体を丸め眠った姿のまま化石化した木の鈍類の化石からも伺える。彼らのその姿勢は 現在の小型哺乳類と同様、体温を逃さぬためのものだったと思われる。初期獣馬類であるゴルゴノプス類の化石の噴霧にすでに、ホラゲの痕跡が認められることからも、すでに、彼らは、体物も獲得していたと思われる。特に記さないものは、哺乳類以前の種について述べている。少なくない種類が、地下に巣穴を掘って暮らしており、中には、 複数の巣穴がまとまって発見された事例もある。ディアデモドン、ありがとうございます。